シクラメンは、サクラソウかシクラメン族に属する、地中海地方が、原産の多年草の球根植物の総称である。かがりび花、豚のまんじゅうとも表記される。この記事においては特に明記しない限りは、シーペルシカムとその品種、変種のみを指して用いる。俗名のシクラメンは中世ラテン語であり、古典ラテン語のシクルミノスに由来する。また、そのシクルミノスは、 そのおそらく球根の形から、または十分後に家計が螺旋状に変化する性質から、円を意味する古典ギリシャ語カッパカッパラムダに由来し、シクラメンを表す古典ギリシャ語のカッパウプシロンカッパラムダミュンヨーイオタニューから来たと、される。イギリス英語では、SKL、MN、アメリカ英語では、サイクルム、と発音されるが、古典ラテン語の発音、キー、クラ、メン、 に近づけ転写すると、キュクラメンとなり、文献によっては、キュクラメンと表記する場合もある。シュクラメンの原種は、地中海沿岸、ギリシャからチュニジアにかけて自生している。ただしシーペルシカムやシーサマレンスは、家計はまかずに垂れる。シュクラメンは総使用植物として分類されているが、発芽時に地表へ出る葉は1枚である。また、使用から数えて7、8枚目の葉が出た頃から、 加賀の形成が始まる。傭兵は長く、ハート型の歯には白斑があり、ハメと加賀はタイで成長し、家計を伸ばして花をつける。日本における開花期は秋から春にかけてで、花弁は一重、または八重、色は白や赤、木、桃色と多様性に富んでいる。開花後はすぐ欠実するが、そのままでは株が弱るので、採取が目的でも数輪残すだけにし、 そうでない場合は開花後の花柄をすべて取り除くことが推奨されている。球根は茎が肥大したもので分球せず、表皮がコルク状で乾燥によく耐え、球根が地上に露出した状態を好む。現在のシクラメンの元になったシーペルシカムコライはアルプスのスミレと呼ばれたが、花よりも海景のデンプンが沈重され、サポニンハイトイシクラミンなどの有毒物質を 含むにもかかわらず、食用にされていた。しかし、ジャガイモなどが流通するようになる大航海時代以後は、その習慣も廃れた。また、ギリシャでは、海景が亀に煮ることから、ケロニオンと呼ばれていた。アプレウスは、著書、本草書の中で、シクラメンを鼻に詰めると脱毛に効果があると、記している。ウィリアム・ターナーは、シクラメンは出産のための強い薬であり、 妊婦はまたがない方が良いと言っている。また、同志は1551年にソスブレッドとして紹介している。1650年代、現在のシクラメンの元になったシーペルシカムがイギリスに入ってきた。シクラメンに関する伝説で草花を好んだソロモン王が王冠に花のデザインを取り入れようと思い、 様々な花と交渉するが断られ、唯一承諾してくれたシクラメンに感謝すると、シクラメンはそれまで上を向いていたのを、恥ずかしさと嬉しさのあまりにうつむいてしまった、というものがある。これは、シクラメンがやや下向きに花をつけることが多いことに、基づいた伝説であり、この花の花言葉が、内気なハニカミとされているのはそのことによると、考えられる。鉢植えのシクラメン。 日本ではシクラメンは最も多く栽培されている鉢植え植物である。日本には明治時代に伝わり、本格的な栽培は岐阜県江那市の伊藤隆重が始めたとされる。戦後急速に普及し、品種改良も進められて、花色も黄色や錦、色、フリンジ先、八重先などが登場した。日本における鉢植え植物としての栽培量は、 トップクラスで冬の鉢植えの代表格として定着している。かがりび花という和名はこの花を見たある日本の貴婦人がこれはかがりびのような花ですねと言ったのを聞いた植物学者牧野富太郎が名付けた豚の饅頭は植物学者大久保三郎が英名を日本語にそのまま移し替えた名前である。死苦との語呂合わせや赤色味をイメージさせることから この花を病人への見舞いに供することは縁起が悪いとされている。従来、鉢植えのシクラメンが主流であったが、原種との交雑により、1996年に埼玉県小玉郡小玉町の田島学が屋外で、植栽可能な体寒性のあるミニシクラメンの系統を選抜し、ガーデンシクラメンとして売り出したのが、この種のシクラメンの始まりである。この、 ガーデンシクラメンはガーデニングブームの波に乗り全国で栽培が行われ、芝叩く間に普及した。通常、栽培種のシクラメンは無効性のものか香りが薄いものが一般的である。前述の通り栽培種のシクラメンはドイツにおいてシーベルシカムという種から花が大きく綺麗なものを長年にわたって選抜した結果、香りが徐々に失われていったためである。これは、 この種のシクラメンの後期は、ホコリや乾燥した木材のような匂いを発する、セスキテルペンという成分が主体であり、一般に悪臭と感じられることに起因する。なお、日本では、布施明の歌、シクラメンの香りが1975年にヒットしたことによって、シクラメンの後期に対する要望が寄せられるようになった。このため、栽培種のシクラメン農家や、育種からの手によって、 香りの育成がされてきた。これは、シーベルシカムシの中にわずかに含まれる後期である、シトロネロールというバラ様の後期成分が突然変異、などにより比較的に多く含まれるものを選抜したものであるが、親の遺伝によって悪臭の原因とされるセスキテルペンの後期成分も残存することが多く、基本的な香り成分の種類には差が少なく、 方向を発するシクラメンを作り出すことは困難であった。そんな中、1996年に埼玉県農林総合研究センター園芸師所がバイオテクノロジーを用いて栽培種であるシーペルシカム種と方向を有する野生種であるシーパーパーセンズ種との主観交雑、×イコールを行い、種子で増殖可能な交雑種の2系統の育成に世界で 初めて成功した。なお、ペルシカムダネを用いた主観交雑種は、これが初めてであるが、異主観交配種は、自然交雑種も含めていくつか存在する。シーパーパーセンズの原種は、花は小さく地味であるが、バラ様の好奇成分であるシトロネロールや、シナミルアルコールというヒアシンス様の好奇成分、スズラン様の好奇成分を発する種である。この主観交雑により、 花や株は一般の園芸種のように大きくなり、香りもこの野生種の方向が大きな花から多く発せられる、いわゆる方向シクラメンが誕生することとなり、従来の園芸種とは全く違うバラとヒアシンスを合わせたような好期を放つ栽培用シクラメンが一般流通するに至った。埼玉県により、この方向シクラメンについて、過食の違う3つの品種の育成を行い、 第一世代として、孤高の香り、麗しの香り、香りの舞の三つの品種を種苗を登録するとともに、これら第一世代の品種を、組織培養し、イオンビーム照射で DNA に変異を起こさせることで、親品種と過色の異なる、天女の舞、雅美の舞、絹の舞が生み出された。これにより、従来花の色と形の個性しかなかったシクラメンに、香りという、 新たな要素が加わり、愛好者の選択肢が広がった。これまで園芸種のシクラメンは、シーペルシカムという種から改良されたものであった。しかし、ガーデニングの人気の高まりとともに、野種に富む原種シクラメンにも注目が集まり、園芸用の原種のほか、別の種に属する野生種が一部の収集化によって栽培されている。特に、シーヘドリフォーリアムやシークムなどの種は、 流通量が多く購入しやすい。野生のシクラメン族はワシントン条約により輸入には許可が必要である。日本における平成27年産シクラメンの出荷量割合長野県、愛知県、茨城県、栃木県、千葉県、福岡県、その他日本国内の平成27年産シクラメンの作付け面積は189ヘクタール、出荷量は約1760万チだった。 注釈出店、ありがとうございます。